ル TV です。今日はワンポイントレッスン。どうやら今頭の匂いを嗅がれていたようです。どんな匂いがしたんでしょうかね。いい匂い。おお、よかった。外の匂いするときあるよね。わかると思う。外の匂い、お家帰ってくると外の匂いするとき、ね、これ伝わるのかな、これ伝わる人いますか。外の匂い、お家帰ると外の匂いしない、あれ、わかんない、わかんない、あれちょっとコメントで待ってます。外の匂い、待ってます。私も分かれた人はどしどしはい、そんな今日はですね、楽しかったっていう言葉を聞きたいと思います。これ私が実際韓国のお友達とかと遊んだ時とか、なんか食事した時とかに、あの、楽しかったって最後一言言いたかったんだけど、なんか分かんなくて、私ウッキョって言っちゃったの。ウッキョ、そう、ウケるって意味なんですけど、ウケるって言ったの最後に。なんか、なんか、みんななんか、あ、なんかよかったそんな日でみたいな感じだったの。だから楽しかったっていう正しい言葉を知りたいです。はい、うん、そうね、うん、ウッキョはウッキョじゃなくて、ね、ウケるだもんね、うん、だから楽しかったとか、今日は楽しかったとか、はい、오늘재밌었어。재밌었어。오늘が今日だね。はいはい。じゃあ基本的に楽しかったは재밌었어。ああ、結構意外と簡単というか分かりやすい。そうだよね。じゃあなんか別れ際とかに、あ、재밌었어とか言ってたら、재밌었어。今日楽しかったみたいな。오늘재밌었어。재미？재미。そう。오늘が今日、재미が楽しい。そっそ。そっそが勝ったね。あ、勝った。なるほど。재밌었어。재밌었어。これも実践してみようかな。これはすごく分かりやすいとか言いやすいからね、なんかすぐ実践できそうだ ね、うん、じゃあ、あ、あ、うち帰ろう。何？おねるちゃん見させたなんとこれ一応設定はなんかクラブ帰りの2人みたいな感じの気持ちだった。ラーメン食べよ う、 そうラーメン食べ行こう。あ、そうなんだ。韓国でもあれラーメン食べんだ、クラブの後。あ、日本と一緒だね。わかるわかる。汗かいたから塩分取るみたいな。そうだね。こうやって踊りながらこう別れ際に、あ、でもチェミソス、あ、ここチェミソスだとか言ってたら楽しかったになるわけですね。そう、なるほどちょっとノリノリすぎて今ちょっと若干の制覇してるんですけど、大丈夫かな。はい、でちょっとゆっくりめに最後行ってみましょう。はい、おねワンポイント何回が入った今。はい、오늘재밌었어。오늘재밌었어。おお、いい感じ。はい、みんなもぜひ一緒に言ってみてください。はい、ということで、せーの、ぴょんからのかいばいぼ。やったー。基本的に負け